ピアノとか結構種類があってすごくいい音だなっていう印象なんですけど、こういう風になんかソロでも使えそうな、ピアノ1本だけでもう演奏できるようなリッチなサウンドから、結構そうですね、あのバンドの中でも埋もれないような、こういったサウンドまですごく幅広くピアノだけでも収録されてるなっていう印象があるんですけれども、他にもそうですね、エレピ、トレモロの効いたものから、こういったなんかその FM サウンド感というか、いろいろ入ってるなっていう印象ですね。音色なんですけれども、その切り替える時に、これボタンがここのゾーンで切り替えるんですけれども、ボタンが10個ありまして、ただ音色のカテゴリーが20個あります。例えば今、ちょうどオルガンの音になってるんですけれども、これをピアノの音に変えたい時は、このボタンを押します。 A にピアノって書いてるんで、ここのボタンを押します。それとピアノになります。そしてエレピの音に変えたいときは、同じボタンのこの B がエレピになっているので、ここで AB を切り替えるボタンがあります。これを押すとこの B のところが光るので、それでこのボタンを押すと B 群のカテゴリーが選べるということになりますね。なのでっていう感じです。同じようにギターを選びたいときは、またこの B を消してこれを押す。で、この、じゃあブラスを選びたいときは、また B を押してここのブラスボタンを押すと、っていう風にして、20種類のカテゴリーの音源を選んでいくという感じで、非常に選びやすい、操作のしやすい仕様になっています。この CTX には自動伴奏機能という機能が、ついておりまして、数々のリズムパターンがこの CTX の中に収録されてます。それをですね、呼び出して流しながら演奏するということが可能なんですけれども、A 群、B 群と分かれております。そしてボタンが 1,2,3,4,5,6 種類あって、6種類の A 群、B 群があるんで、12カテゴリー、リズムパターンがあります。まずここのスタートで、リズムを弾きましょう。まずはそうですね、この A のポップス。今こういう状態です。 A のロックで、そしてジャズっていう風になってるんですけれども、例えば B のダンスを呼び出そうと思うと、ここで AB の切り替えですね、このボタンを押すと B が光るので、これで B 群を選べることができます。これの、はい、これで B のダンスが選ばれました。 B のラテンですね、アンサンブルという風に、選ぶことができます。自動の伴奏、コードの伴奏を指定するときは、このアコンプのボタンを押します。すると、このアコンプが横になっているので、コード指定できるので、この上で、レコーディングボタンを押しまして、はい、今鳴っております。でレコーディングのストップを押すとレコーディングが止まって、スタートを押すと今レコーディングされたものが再生されるという感じですね。操作は非常に、ボタンも少なく簡単に行えるので、使いやすいんじゃないかなと思います。